はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。この前ね、iPhone12、値段ね、結構違いますよってね、ご案内をしたと思うんですけど、実際ね、アップストア、と、まあ、ソフトバンクとかのキャリアの店、まあ、どうなのかなっていうことで、まあ、今まで僕はね、キャリアの店で、キャリアショップの方で買ってたんですけど、まあ、今回初めてね、アップルストアの方で、キャリア回線の、まあ、契約、の方をしてみたんで、それのね、結果報告ということに、なります。まあ、結果から言うと、僕が前に動画を作った値段、で当てました。ね。多分まあなんていうかな、僕の場合は iPhone12 Pro Max、だったんですけど、まあ他のやつも僕が計算間違いしてない限りは、合ってると思います。で、ただね、一つだけあるのは、例えば独自のキャリアの割引とか、そういうのがある場合はね、そういうのは全く勘案してない、計算方法をしてるんで、まあそこら辺は、ちょっとね、もし何かあれば、僕ソフトバンクなんで、ソフトバンク以外ちょっとあんまり詳しくないっていうのもあるので、そこら辺もね、ちょっと、なんていうのですかね、それはもうちょっとご自身で調べていただきたいということです。で、ソフトバンクの場合なんですけど、何だったかな、なんとかサポート、なんかこうね、4年払いくらいにしといて分割を、で2年で、そのなんていうかな、今使ってる古い機種を引き取って、なんていうか残債をゼロにしちゃうみたいなね、いうプランがあるんですけど、まあそういうのをね、全然問題ないよっていう方は、それでもいいんですけど、まあただ、引き取ってもらうスマホにトラブル、例えば画面がちょっと液晶っていうか、ガラス割れてるとか、まあ何らか傷が入って、ね、こう下取りがね難しい場合なんていうこともあると思うんですよね。その場合はある一定の金額払わないといけない、確かそんな、契約だったと思うんですけど、まあそもそもね、例えばその、まあ、4年払いにするにしても、もともとの値段が高いんでね、前も言いましたけど、ソフトバンクの場合は、3万円から、まあ、容量が一番でかくて512、とかだったら、プロマックスの話ですよ。だったら3万7000円くらい。3万1000円から3万7000円くらいのアップルストアとのこの値段の開きがあるんで、なんていうかな、まあそれも割り切ってね、もう2年で、4年分割で2年でもう今の機種返して新しいのを、買うという感じで、でもう傷とか言ってもうちょっとね引き取ってもらえなかったら、まあ追加で追い金も別に構わないよっていう人であればね、まあすいません、問題ないと思うんですけど、まあでもなんかちょっとそんな感じはしますよね。だから今回僕がやったのは、キャリアの分割ですよ。キャリアの分割で24回払い、2年払いにして、やった契約をしたんですけど、アップルストアの値段がもともと、例えばソフトバンクだったらソフトバンクよりも3万円以上安い値段で、アップルストアでは売ってて、でさらにそこから8000円と消費税、これはオンラインだけかな、ちょっと分かんないけど、アップルストアのオンラインのやつから、契約の申し込みをしておけばそれだけ引いてくれるんで、さらにアップルストアの値段から8000円と税金、分、引いてもらって、でその値段で、24回で、分割をしているということになります。まあ、当然、4年払いとかもできるのかな、ちょっと分かんないんですけど、もしかしたらアップルストアでもそのなんとかサポートかなんかもできたかも分かんないんですけど、もうとりあえずね、もう24回にしちゃいました。で、とりあえず値段は間違いなく僕がこの前言った通り、安い値段でアップルストアの方が買えるので、もしね、問題なければ、まあ、なんていうか、こう行くのがめんどくさいとかね、そういうのがなければ、アップルストアで買った方が全然、
お得に買えると思いますんで、ぜひ本当に皆さんにおすすめです。ただ、今つながるのかな、ちょっとね、予約が混み合ったりすると、App Store のサイト自体がちょっとね、予約申し込み自体を閉じちゃってるっていうパターンもあるんで、特に今この新製品が出たばっかりのね、時はそういうことになるんで、ちょっとそこはお気をつけください。まあ本当に急いでる人はね、もうちょっと難しいっていう場合方もいてるかもわかんないですけどね。本当にね、知ってればそういう風な手続きした方が絶対得ですよ。だって3万円くらい違うんですよね。開きがあんまりなかったのがね、ソフトバンク一番高いんですよ。ドコモと au はね、まあそれでも2万円とか2万5千円とかそのくらい、まあ容量ね、容量にもよっても違いますけど、だいたい2万円とか2万5千円くらいの差が、そのキャリアショップで買うのとアップルストアで買うのの値段の開きがあるわけですからね。同じものですよ。キャリアの6かかった、携帯を買うわけですからね。今日ちょっとなんか喉詰まったようなね、なんか感じで咳がよく出ます。すいません。いや、同じモードなんでね、できればそういう風な買い方をしてもらった方がいいと思います。だからもともとシムロックかかってないね、フリーのやつを買うんであればね、まあそれはそれで別に普通に今まで通りアップストアで買えば、まあ安く買えると思うし、全然いいと思うんですけどね。まあどうしてもやっぱりキャリアモデルがキャリアの分割を使いたいとか、いろんな方いてると思うんでね、まあそういう方はそれの方がいいと思います。はい。で、もうね、 iPhone12 に関しては僕はもう今これケースね、シュピゲンのケース、を買って、でガラスね、ガラスもシュピゲンのガラスを買いました。買って貼りました。もう自分で貼りました。でこれまたね、お話はしようと思うんですけど、ご興味あればね、ピークデザイン今ピークデザインのキックスターターの方で、この iPhone12 とか、このスマホ用品の、なんていうかね、資金調達今やってるんですよ。だから、それをね、もう僕は申し込んでしまってるんで、ケースが来るのがだいたい4月、5月とかだったかな、来年の。だけど、それまでの仮のケースとしてね、まあ本当だったらもうそれがなければね、アップルの純正ケースなんかは結構興味があったんですけど、もうとりあえずこれでいこうと思いますね。で、まあ、ちょっとだけ使った感じで言うと、僕の場合はカメラが良くなった、カメラの性能がすごく良くなったと思います。僕の場合は 10S Max からのバージョンアップになるんですけど、やっぱり3つのね、標準と、広角と望遠とっていうね、この切り替えができる、この、なんていうか、カメラがね、便利かなと。で、特に広角はね、まあ、これも、広角って言っても、こう自分の方に向けてモニターがないんでね、これは不便なんですけど、なんていうかな、まあ、ある程度このくらいの距離で撮ってても自分の顔をちゃんと映った上でちょっと余白が残るくらいの広角の映り方になるんで、まあ結構使えるかなと思います。まあ今まではね iPhone で撮影ってあんまりしてなかったんですけど、ちょっとね、やってみようかなと思います。ちょこちょこっとしたところでは使うんですけどね、なんていうかな、まあ、このくらい広角だったら結構使えるのかなと思ったりしてました。はい。まあ他ね、もう開封って言ってももう今使ってるし、ケースが薄くなったらもうこんなんもう他の方のね、レビューでもいっぱい見てると思うんで別にどうでもいいと思うんですけどね、なんか全然僕もいろいろ持ってるから、もうケーブルもしまったまんまですよ。もうケーブルだけついてるだけです。説明書ですしね、なんかもうシンプルになったらもうこれでいいですよね、多分ね。もうそう、大体の方はこれでも問題ないと思いますよ。もう十分持ってると思うし、どっちにしろまだね、自分で好みでこうワイヤレス充電がいいとかね、やっぱ有線がいいよって、僕有線派ですけどね、有線がいいよとか言う人で、まあ充電の方法もいろいろ変わってくるでしょうからね。
まあそれでいいと思うんですけどね、個人的にはね。はい、ということで、とりあえず、僕の方からのお知らせはこの iPhone12、iPhone 買うんだったらやっぱり Apple Store、ねで買った方が安いですよというお話でした。まだね、買われてない方はぜひ参考にしてみて、まあ、あと最終の調査はご自身でね、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。